ウクライナへの支援をめぐり激しくなっているデビ夫人と鈴木宗男議員らの対立。ウクライナから帰国したデビ夫人が今回 FNN の単独インタビューに応じました。はい、森さんと,さんとあの鈴木さん何を思っているのかしらと思います。ええね、えもう老害ですね。もうあの愚かですね。 ネオ氏らを愚かと切って捨てたデヴィ夫人この対立はロシアに一定の理解を示しウクライナへの支援に疑問を呈した森元総理と鈴木宗男議員をデヴィ夫人がツイッターで老害などと批判したのがきっかけでした今回です、ね、これに対し宗男氏は昨日猛反発しこう反論しました。 デビさんにね、あなたが老害じゃないですかと、今、ウクライナ善だ、ロシア悪だという、立て終わってのは、論調になってますけれども、喧嘩にはもともと何が原因かという、その元もとがあるんではないんでしょうか宗男氏のデビ夫人批判はさらに。歴史の勉強は あなたよりも私がしているということ。一般的な。外交に。立ち会ってない人。とはわけが違うということをですね。私はきちっと説明したいと思います。歴史の勉強は自分の方がしていると話す胸をし。これにデヴィ夫人は昨夜、真っ向から反論しました。プーチンさんの、あの理由。 本当のこじつけですし、えー、彼が何と言おうと、彼が言っている理由は正当化できないですよ。本当に歴史を勉強してるんだったらば、あのプーチンさんの方があのおかしいっていうことを気がつかないと。元総理と外交通のベテランを世界情勢が分かっていないと断じました。デビ夫人は。 日本政府が退避韓国を出しているウクライナに入り虐殺があった街などを訪問支援物資を届けましたがそこで見た光景がロシアに理解を示す政治家への怒りにつながっているようですブチャというところで大殺戮があってあのもう車ごと焼かれた人たちがたくさんいるわけですよねその車の横腹にあひまわり の絵がいっぱい描いてあったんですねウクライナが負けるようなことがあったらばもうそれはもう民主主義の墓場になってしまう恥を知るですねデヴィ夫人は日本政府はウクライナをもっと積極的に支援すべきだと訴えます岸田首相があの一生懸命 あの米国と肩を並べてあのウクライナを応援しようとしてますよね。ドイツも戦車を送る、フランスもする、英国もするえという中で、森さんとあの鈴木さんは何を持っているのかしらと思います。もう老害ですね。日本がどういうふうにあるべきか、どういうことをするべきかということをもっと真面目に考えるべきだと思いますね。デビ夫人は今後ウクライナに。 食料や支援金を送りたいと話しています。